来た。アベンチュリー、こんな目立つ場所を選ぶなんて、いくらなんでも大げさすぎない？本当に自分は大スターだとか思ってたりして。誰もいないの？さっきハウンドたちが観光客を追い払っていたけど、彼らもどこかに行ったみたいね。みんな目を離さないで。相手は明らかに準備してきてるわ。そしてそっちの招かれざる客。言われた通り来たわよ、アベンチュリンさん。礼儀としてそっちも姿を見せたらどう？もちろんそうするさ。でもその前に改めて今夜の主役を紹介させてほしい。拍手で迎えよう、このステージと彼女の正体は真犯人逮捕とは何の関係もないはずだ。いや、関係ならある。当然じゃないか。そうじゃなきゃどうして僕が君たちの信頼を得るために頑張ったりここに招待したりすると思うんだい？それはね、彼女が3件の殺人事件の唯一の目撃者である。無境の中に怪我や死は存在しないっていう定説が絵空事だと証明するのに最適な人物だからさ。3件の殺人事件？そう、3件目の殺人事件はもうすぐ起こる。ここクラークフィルムランド、本当に盛大な死がね。君、そして君、全員が死ぬだろう。そしてそれは全部君のせいだ、性格ちゃん。君はここで死そのものになるんだ。自分を過小評価しない方がいい。言っただろ、君はテーブルをひっくり返せるほどの力を持ってるって。もっとわかりやすく言おうか。僕は君の体内にある性格を爆発させてピノコニーでちょっとしたトラブルを起こそうとしてるのさ。ボン、遊園地全体が夢の破片に変わる。そしてファミリーが手を打つ前にカンパニーの艦隊のナビゲーターになるんだ。虚勢を張っても無駄だ。本当にそんなことができるならこれまでにいくらでもチャンスはあっただろう。おや、かけるのかい？いいだろう、なら僕もかけよう。もちろん自分が大勝利する方にね。史上類を見ない大爆発で調和の誓いは完全な冗談だったと証明してみせるよ。あなたにはできない。できると思う。だってこれはただの賭けに過ぎないからね。僕はツガンニアの砂漠から来たんだ。たった60枚の銅貨のために人々は僕の体に焼き印を押し、枷をはめ貼り付けにして砂の中に埋めた。でも太陽は僕を殺さなかった。それどころか竜祖は僕を学会とカンパニーの懐へと運んでくれた。覚えておくといい。僕は偶然一度勝ったんじゃない、一度も負けたことがないんだ。君たちに
睡眠は死の予行演習ということわざを紹介しよう。生命体はなぜ眠るのか。それは僕たちがまだ死を迎える準備ができていないからさ。毎晩夢を見るのは死に向かっているのと同じことだ。まさに今この瞬間も僕たちは死の志を抱いて眠りについている。そして死も僕たちと夢の言葉に合わせてやってくる。みんなもうゲームは始まってる。君たちは断れない。断る理由がない。そしてその余地もない。サイは投げられた。さあゲームを始める準備はいいか。喧騒者の空前主義何の価値もない。賭けよう。このゲーム僕が勝つ。僕は死をも乗り越えてみせる。全てを悪の王に。さあ最後まで笑っていられるのはさ。ゲームスタートだ。かくれんぼしよった愚者千年、不器用遊び尽くさ。答え見つけてごらん。戦わなくちゃダメ。そうだ、逃げんなよ。礼婦よ、守りたまえ。ルールは破るためにある。来ないで。
フロッチョロと目障りなんだよ。アッキー、お前様だけで十分だ。あんたの番だよ。かくれんぼしよっか。武者千年、不器用遊び尽くさ。答え見つけてもらう。ルールは破るためにある。やっ、なかなかのオーズだね。オールインだ。あ、全部かけよう。始めようか。どうした顔ね。即戦即決でいこう。くらえ。なかなかの運が。終局は姿を見つめ。今日が出た。ほらやった。いいんだ。そうよ一体。関と異性人事なす。恩義を転換、聖セールテン始めようか。即戦即決でいこう。くらえ。宝木数地雷レイン全部かけよう。先に占ってみる。万物保管と異性人事なす。ほらやった。始めようか。やっ、なかなかの運だ。安心して頑張ってね。ルールは破るためにある。即戦即決でいこう。極数地雷痛くも痒くもない。どうした顔ね。始めようか。やっ、なかなかの
がね。戦わない。やー、助けて。サナ、フッ。レイズ全部かけよう。武者鮮明、不器用遊び尽くさん。答え、見つけてもらう。恩義を転換、聖セールセン。即戦即決で行こう。始めようか。くらえ。ことは己でなす。不利に消化勝利。茶を払い、身を縛ら。助かった。来ないで。うろちょろと目障りなんだよ。アキラ、お前様だけで十分だ。世の万物に関と異性、人事なす。破るためにある。楽にしてあげる。あ、湘南に過ぎないわ。清掃後方。やっ、やー、助けて。いい目だ。ジャストタイム。ノーモアヘッド。武者鮮明、不器用遊び尽くさん。答え、見つけてもらう。砲丸を持って極数地雷くらえ。終局は空から落とす。戦わなくちゃダメ。デーフよ、守りたまえ。助かった。即戦即決で。先に占ってみましょう。そうよ、一体オールインだ。全部かけよう。やっ、勝負から降りろ。どうしたかをね。ルールは破るためにある。はっ、どうしても。やった、はじめようか。はっ、恩義を転換、聖セールセン。砲丸を持って見るべし。聖書は即戦即決で行こう。くらえ。かくれんぼしよっか。武者鮮明、不器用遊び尽くさん。答え、見つけてもらう。世の万物に関と異性、人事なす。私にもやれたりして。
様になんだよ。アキちゃん、お前様だけで十分だ。頑張ってね。終局はすぐから落とす。始めようか。先にウラン超過勝利。レイン、湘南に過ぎないわ。ルールは破るためにある。楽にしてあげる。全部立てよう。砲丸僧侶一体。あ、世の万物に保管と異性人事なす。恩義を転換、聖セール天。即戦即決でいこう。始めようか。やっ。たとえ逆境に追いやられた、人は希望があるから駆け続ける。君たちが持つ可能性は、僕が全力を出すに値する。即戦即決で行く。くらえ。やあ、助けて。ルールは破るためにある。アウト。なかなか豪華。終局はそこから落とす。のさまが悪よ。砲丸を持ってみるべし。ごくつ、地雷。もっと付き合ってよ。ね。頑張ってね。始めようか。戦わなくちゃダメ。そう。やった。転換、聖セール天。レイン、やっ。どうしたかね。先に占ってみましょう。聖セール候補。片足でまといに塗っちゃう。払い、身を縛ら。助かった。来ないで。ウロチョロと目覚めになんだよ。アキちゃん、お前様だけで十分だ。世の万物に関と異性人事なす。かくれんぼしよっか。武者鮮明、不器用遊び尽くさ。答え見つけてもらう。うん、味わい。あ、氷が出た。くらえ。安心して、優しくするから。悪役は花火に任せて。砲丸を僧侶一体。
破るためにある。オールインだ。痛くも痒くもない。やっ、もっと付き合って頑張ってね。極数地雷デーフよ、守りたまえ。うん、愛通ずる妙策だ。まだまだ収まる悪よ。先に占ってみましょう。聖書は後方。始めようか。やっ、頑張ってね。極数地雷、片足でまといになっちゃう。やった、かくれんぼしよっか。愚者千年、不器用遊び尽くさ。答え見つけてもらう。ウロクショと目覚まりなんだよ。アキシャ、俺様だけで十分だ。世の万物に保管と異性人事なす。ルールは破るためにある。やっ、終局は空から落とす。即戦即決で行こう。もっと付き合ってよね。そうよ、一体。オンニオ転換、聖セールテン。
始めようか。くらえ。どうしちゃダメ。先生、後方。ルールは破るためにある。アウト。運を味わえ。まだまだ。ゴールを見えない。はっ。安心して、優しくするから。ごくすん、地雷。いやー、助けて。サイは投げられた。ボールをなしくらい。湘南に過ぎないわ。キャストタイム。痛くも痒くもない。くらえ。なかなかの運だ。終局は姿を落とす。のさまる悪よ。もっと付き合ってよ。砲丸を持ってみるべし。消化勝利。世の万物に砲丸と異性人事なす。恩義を転換。聖聖ルテン。即戦即決で行こう。はぁ。この機会を逃さないで。やっ。安心して、頑張ってね。先に占ってみます。ふっ。戦わなくちゃ、邪を払い身を縛ら。はっ。オールインだ。痛くも痒くもない。恩義を転換。聖聖ルテン。どうしちゃダメ。始めようか。やっ。そうよ一体。やー、助けて。レン。湘南に過ぎないわ。即戦即決で行こう。くらえ。消化勝利。世の万物に保管と異性人事なす。しよっか。愚者鮮明、不器用遊び尽くさ。答え見つけてもらう。やった。サイは投げられた。ボールをなしくらい。世の万物に保管と異性人事なっ。
ルールは破るためにある。アウト。オールインだ。痛くも痒くもない。通ずる妙策だわ。ウロクソロと目覚まりなんだよ。アキラ、お前様だけで十分だ。終局は空から落とす。のさまる悪よ。もっと付き合ってよね。始めようか。くらえ。悪役は花火に任せて。ルールは破るためにある。楽にしてあげる。砲丸を持ってみるべし。一体世の万物に関と異性尋常なす。かくれんぼしよっか。愚者千年不器用遊び尽くさ。答え見つけてもらう。茶を払い身を縛ろう。助かった。サイは投げられた。ボールをなしてくれ。いいことオールインだ。あ、ダイヤ。痛くも痒くもない。はぁ、安心して。やさ、どうよしたかをね。極数、地雷。ウロクソロと目覚まりなんだよ。アキラ、お前様だけで十分だ。ルールは破るためにある。やっ。世の万物に関と異性尋常なす。戦わなくちゃ。究極は妻から落とす。のさまる悪よ。やっ。先に占ってみましょう。清掃後方。どうしてもとい人間不要。守りたまえ。助かった。サイは投げられた。ボールをナッシングだ。いや、ダイヤ。やっとタイム。不運を味わえ。ゴールに来い。オミオン転換。生成ルテン。始めようか。くらえ。もっと付き合ってよね。砲丸
見るべし。消化醤油。武者鮮明、不器用遊び尽くさ。答え見つけてもらう。サイは投げられた。オールをナッシングだ。少年に過ぎないわ。レイン、痛くも痒くもない。世の万物に保管と異性人事をなす。破るためにある。アウト。みんな同じだ。どうしてもっと思い切って生きられない。スロープレーか。わざとらしい。イラつくな。思いっきり楽しむためにすべてのチップを課金。理性を捨ててこそ本当のゲームができる。君ならヒットコールするだろう。知れ。出発するのか。ああ、もしかしたらあなたの言っていた場所に立ち寄るかもしれない。リノコニーか。夢の中で何を探したいのだ。何も探すつもりはない。それらは夢の中にはないから。おそらくファミリーは君を受け入れないだろう。なぜだ。君が歩んでいる道は調和とは相入れないものだからだ。それが私の望んだことではないとしても。それが君の望んだことではないとしてもだ。何しろ祖は他のアイオンとは違うからな。祖は誰にも目を向けたりしない。誰かに目を向ける必要もない。祖は運命の糸を残し人々を歩かせ、共に巨大な影を織りなしている。そしてその影も静かに彼ら自身を包み込んでいる。その影の中から戻ってこられる人もいるだろう。彼らの大半はその影の一部となったのだ。あなたの目には私も同じように映っているのか。君にはまだ少し色彩が残っている。だが多くはない。それで十分だ。それが完全に消える前に私は虚無の果てにたどり着く。涙雨降りて溢れる。渡れ。
読み地を焼けず常よ帰ろ。To chase the primal light.